ですね、岡崎さんが見切れてて、で川村さん川田さんは1ミリも映ってない。川端さんの今ちょっと こういう感じです。半分マンみたいな。あ、すげえ、25。あ、そうですね、半円でオールフォーザワンみたいな感じで。半円。いや、すいません。まあ、はい。はい、ルミネ新宿店です。はい、よろしいかと思います。29名ご覧になっていただいておりますので、はい、声聞こえますかね。ここ早速川端さんというコメントをいただいてます。ありがとうございます、はい、川端さんです。はいはい、はい、こんにちは。こんにちは。今日はルミネ新宿店からちょっと久しぶりのインスタライブをまたさせていただこうと思います。で、一応今回はイベントのお知らせと、あとは新作の商品が結構うちにも入ってきてるのと、限定商品とかもちょっと、まあ、店舗限定の商品も入ってきてるので、ちょっとそちらのご紹介を兼ねてインスタライブさせていただきました。川端です。よろしくお願いします。お願いします。あと2人はもう、はい、佐々木です。はい、五十嵐です。お願いします、はい、お願いします。そして、そうですね、彼女は誰だという方もいらっしゃると思うので、ちょっと、はい、ご紹介をそうです、ね、いただきたいなと、はい、4月から入社いたしました、吉崎ひな子です。はい、好きな食べ物はイクラです。よろしくお願いいたします。イクラ2です。いいっすね、はい、なかなか2のね。はい、はい、で今回ちょっと先に商品の紹介いく前に、明日からのイベント内容を軽くご紹介したいなと思いまして、で一応明日から30日土曜日まで結構長い期間、またルミネカードの 10% オフっていうのが始まるんですけど、一応今回会員様ルミネカードを、まあ、もちろん新規ご加入いただいても大丈夫なんですけど、一応会員様限定というところと、あともうコロナの飛沫とか感染対策もしっかり予防して行うイベントなので、まあ、今見ていただいている方にぜひ伝わればなと思って告知させていただいてます。あと同期間で一応うちのジョンブルのメンバーズキャンペーンっていうのがあるんで、結構まあ、お得な機会にはなるんですけど、まあ、状況が状況なんで、まあ、本当に来れる方はぜひこの機会に来ていただければなと思うので、ぜひお待ちしてます。はい、で次に一応ルミネと、あと表参道岡山店、ルクア大阪でちょっと限定販売してる商品のご紹介を、ちょっと岡崎さんと五十嵐さんと、あとこのニューフェイスの吉崎さんと、はい、3人でちょっとご紹介してもらおうと思うので、ちょっとお答えさせていただきます。はい、後ほど。ありがとうございます。ほな、はい、ちなみにイケメンさんが着てらっしゃるノーカラーのミリタリーシャツ可愛いですねと、早速コメントいただきます。早速ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。後で出ます。ほなと、はい、ほないただきました。ありがとうございます。じゃあ、はい、お願いします。お願いします。すみません、ちょっと私、岡崎と、あと、はい、五十嵐さんで、ちょっと、かのこさんと、ジョンブルー、またコラボをちょっと今回やらせていただいてますので、はい、こちらのご紹介をさせていただきます。はい、発売が、本日から発売となるんですが、はい、ですね、パンツが5型と T シャツが3型。はい、の今回、かのこさんとのコラボになります。はい、でお店が先ほども川端さんも言われてたんですけれども、ルミネ新宿店、表参道店、あとは岡山店で、今ちょっとルクアがお休みですので、ちょっと表参道、岡山店、ルミネの3店舗の先行販売になりますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではまず T シャツ、はい、はい、こういう感じになってます。表はこんな感じですね。そうですね、おー、なるほど。ちょっとオーバーサイズ、はい、で結構丈もしっかり長いです。お尻すっぽり隠れる長さ、見えますか？見えます。はい、
フォトティーでございます、はい、あの結構この素材が柔らかいんですよね。これは柔らかではなくコットンにレーヨンが入っておりますので、ちょっと柔らかく、あのアメリカの古着のガサガサした感じじゃなくて、すごくこうちょっとこう柔らかくてドリップ感がよるような感じです。柔らかコットン、はい。で、皆さんの持ってるのだけが、こちらがバックプリントになりますね。かのこさんとしろくまさんが一緒に写っている、ということは表は無地で、表は無地ですね、はい。はい、後ろ、はい、後ろのアップいいですか。はい、何ですか。後ろのアップ、後ろ、はい、こちらです。はい、唯一かのこさんが後ろ姿で写っているプリントになります。ご本人が、まあ、もう皆さんご存知かもしれませんが、かのこさんは白熊が大好きなモデルさんなんですね。で、今回はこの白熊の、そうですね、足のアップ、はい、可愛いんですけど、ちょっとこの余白とかいいですよね。と、こちらが白熊の半身ですね、前半身、うんうんうん、と、こちらのバックプリント、はい、三方です。はい、後ろ姿が、はい、はい、ね、で先ほどもお伝えしたんですけど、オーバーサイズなんですが、結構、素材が柔らかいのでそんなに広がらないんです。そしてお袖の長さちょっと皆さん多分ね、そうですね、お袖結構長いです。肘かれるかどうかっていう感じですね。そうですね、はい、でなおかつ結構袖口がだいぶパッカリとしておりますので、とても涼しいですね、はい、はい。そして透けません。そうですね、そんなに透け感も、はい、こんな感じ。そうっすね、まあ、なんかあの白 T でもオーバーサイズだと透けとか拾いづらいんですが、そもそもが透けませんというところ、うんうんうん、で、あの真夏に本当にもうキャミソールすら暑いっていう時期にも1枚で使っていただけますので、あのとても使いやすいと思います。で、プリント位置ちょっと高めになってますので、これインした時にもちゃんとプリントが見えますよっていうところがポイントです、うんうん、ね、はい。とかプリント結構薄付きですので、割と古着の T シャツによくあるの、ちょっとガバガバしたり、あのラバーのプリント、ああいう感じではないですので、まあ、薄くラバーなのかな、なんとても薄付きですので、とってもこう、ここでこうガバガバしたり、あと洗濯して割れるというようなこともご心配ないと思います。うん、はい。じゃこれがまず T シャツですね。はい。かのこさんファンとしては、あのかのこさんがこのコラボレーションの写真の中で、ご自身が選んでいただいたということなので、はい。ぜひ、おすすめ付きで。はい。では T シャツ以上で、そしてパンツのご紹介をでは次させていただきますね。パンツ、合いますね、はい、種類が。まずちょっと私が履かせていただいているイエローパンツですね、はい、こちらがカラーパンツが、はい、あ、いいですよ、上手、いいですか、はい、黄色、ピンク、ベージュの3色です。黄色、ピンク、ベージュ、はい、はい、で、これゴムです。ゴムので、紐がこれちょっと内側に入ってるので、出さなくてもいいんですけど、結構紐があってちょっとちらっと出していただいてもいいのかなと思うんですけれども、こちらがオレンジで、ピンクにはピンクで、ベージュはカーキ、オリーブですね、オリーブ、モスグリーンみたいな、はい、はい、はい、で、こちらがですね、素材が、綿100なんですけれども、まあもうこれ私 S サイズなんですけど、結構ゆったりしてますので、あの、ほんと100でポリウレタン入ってないんですけども、非常に楽です。結構ガシガシ抜けてで、多分自転車もくるくる乗れて、はい、っていう感じでダッシュもできますねで、ストレートに見える気持ちテーパードがちょっとかかってますので、本当にドストレートとかワイドですとちょっとロールアップ難しいんですけども、はい、そうですね、今ご紹介しているのは、はいはい、今岡崎さんが履いているパンツで、あ、そうです、同じです、はい、失礼いたしました、同じでございます。はい、お値段だけお伝えしておきますね、はい、1万6000円です。消費税です。6000円、はい、で、お色が3色のサイズが SM の2サイズ2サイズ、はい、はい、で、私は S を履いてますが、もう本当に S なのっていうぐらいの、あ、そうですね、たっぷりすごいゆったりの S です、はい、で、ウエストも、もう紐とゴムなんで、はい、すごいハイウエストでもいいですし、このぐらいでもいいですし、腰巻きでもいいですし、うんうんうん、お好きなところでウエスト位置も設定していただきます。そうですね、結構イージーな感じなので、はい、丸みを
ってる形なんですけど、実は飛び折りにもなっているので、ちょっと光の加減で分かりづらいと思うんですけど、ストライプの感じがうっすら出てくるような折り方になっているので、止まりたまえ、止まりたまえ、はい、落ち着かないあ、そうですね、もうこっそり伸びみたいな感じですね。そうですね、こっそり伸び、はい、本当に控えめです。そうですね、まあ、そういったのが光の加減で微妙に見えるっていう、はい、ちょっとそういった特徴もあるので、はい、ちょっとおしゃれな感じですね、はい、かわいいですねとコメントいただいてます。はい、なんか黄色でもなんかそんなに派手な黄色じゃないんですよね、はい、なんか黄色と私あんまり黄色ってちょっとトップスとかあんまり得意じゃないんですけど、このパンツだととっても履きやすいです。はい、ちなみにちょっとパンツではないんですけど、はい、岡崎さんのジャケット気になりますとコメントいただいてて、ありがとうございます。このノーカラーのジャケット、そうですね、シャツジャケット、はい、みたいな感じです。今日一日着てましたよね。そうです、今日は、はい、さっきです、これすみませんさっきです。で、一応ちゃんとジャケットの手をなしてますので、サイドポケットとここにもちょっと何でしょう、シンプルパティングシャツみたいな感じ、はいはい、まあ、ちょっとそうですね、ノーカラーのワークシャツっていうようなテンションですかね、はい、これサイズはフリーですか、ね、これもフリーサイズですね、はい、こちらがなんと1万5000です。はい、身長いくつですか、はい、身長150、もういつもおなじみ8と9の間という108と9の間を刻んで行ったり来たり、はい、はい、大丈夫ですかね、行ったり来たりです、はい、はい、でそうですね、はい、同じ形、こちらの同じ形の、はい、デニムです。インディゴとユズド、はい、でかなりもう糸がとっても細い、結構ペラペラな夏、もう真夏もしっかり履けるような薄手の感じです。で、紐の色がインディゴはちょっともう本当に指導色のネイビーで、こちらがグリーン、はい、発色のいいグリーンですね。これいいっすね、差しで。可愛いですよね。はい、あといつものうちの落ち感とちょっと違いません。これあれか、折りが入ってるからこういう感じなんですね。なんかかもしれないです、ね。そうですね。結構なんかここなんでしょう、ネップ感とかもあるような。あとここがここです。すいません。ここのちょっとこの縦落ち感がすごいなんか。あ、ここ、あとここですね。ここです。すごい皆さん。天井探せみたいな。はい、なんか以前あったそのジョンブルのオーセンティックジーンズを彷彿とさせるような。うん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 、それもあれですよ、旧品番の方、11245とか244とか、あの辺の。懐かしいですね。あとフレンチサロペットとかも結構ね、714とか。なんかでもあの辺より生地が全くもって軽くて薄いですので、うんうんうん、あのなんか結構ハードな感じは全くないです。いや今ちょっと触ったんですけどめちゃめちゃ軽いっすね。そうですね、はい、もう何グラムって感じ、何グラム、そうですね、多分100、200の世界かなっていう感じがします。そうっすね、はい、追跡とかでもすごい軽いので、そうですね、いや真夏いけ、私は超絶暑がりですけど、私は多分真夏もいっちゃいましたね、これ全然いけると思います。そうっすね、去年ちょうど僕違うんですけど、あのラインデニムイージーパンツ、はい、あれを履いてて、で、あれぐらい、あれよりもちょっと薄いかもしれないぐらいなんで、めちゃめちゃ夏場もいいんじゃないですかね。そうですね、あれと同じぐらいかもしれないです、うん、そうっすよね、はい、ちなみにインディゴ気になりますとコメントいただいてます、 あ、はい、ありがとうございます。インディゴは1万7000ですね。1万7000、これもサイズあれでしたっけ。サイズ同じです、 S サイズ、M サイズ、はい、でこちら今 S サイズです。はい、でちゃんとポケット、サイドポケット、ヒップポケットついています。はい、はい、あ、さらにご質問いただいてて、このボトムスに合わせる上トップスですかね、何が良いですかと。多分3時間ぐらいかかりますっていうぐらい何でも合います。はいはいはい、まずまあ卵さんは鉄板ですよ。いやまあそうっすよね、まあ、先ほどのご紹介した白熊さんの T シャツですね。はい。ももさんは鉄板です。はい。いやでも本当に、ね、あの万能なアイテムだと思います。はい。あとでちょっとご紹介するのちょっとフライングですけど、はい、こういう大大のシャツジャケットとか、はい、親戚川さんのお色違い。はい。そうですね。
と思います。要はすみません、こういうことです。ああ、そうっすね。男ですか。いらっしゃいませ。こういう感じですね。はい。まあ、このパンツ、男性でもいけそうですよね、全然。全然履けるそうですよね。はい、全然いける。はい。と思う次第です。本当にすみません。参考にならないな。結構な、何でも大丈夫です。うん、あのデニムとかでもいいんじゃないですか。はい。ああ、いいっすね。でそのシャツ抜いてきて、はい、はい、かもう本当にすみません、もうあの合うものはたくさんありますので、ぜひお待ちしてください。そうそう、はい、はい、じゃあデニムのご紹介で、ね、でお次が青とこちら価格が違うので、こちらだけ説明させていただきますね。こちらのユズドの方の価格が違ってます。サイズは SM 展開一緒です、はい、で価格の方が消費税含みまして2万900円となっております。2万900円です。はい、はい、はい、1万8700円です。じゃあ、かのこさんパンツ最終ですね。ベーカーですね。3色ベーカー、はい、この素材が、あのもうすいません、今まで軽い軽い散々言ったんですけど、ここのレベルじゃないぐらい軽いです。すごい軽いですね。ちょっと一旦方面みたいな感じですね。懐かしいですね。すごい本当にこのままこうヒューッと飛べそうな、すいませんね、もうなんかちょっと時代をね。そうですね。あのトレンドのアニメじゃないですけど、吉崎さん真顔ですか。あ、そうですね。知らないっていうね。なんかすいません。はい。で、まあ、すみません、ちょっと長いにもおったんですけど、ストレートですけど、そこまで太すぎない感じです。そうですね。で、とにかく生地が本当に軽いんですが、はい、透けないようにここまで裏が入ってますので、ここまでこのここですね、はい、ここまで入ってます、はい、で、白でちょっと薄いのです、まあ、透けるってなるんですけど、うんうん、透けないようになってます、はい、で中にこの紐も付いてますので、あ、これイージー、そうなんです。ベルトループも付いてるので、ベルトループもしてもいいんですけど、はい、夏場ってちょっと暑いんでね、ベルトループあれなんで、はいはいはい、この紐でキュッキュッとこう縛っていただくとしっかりとなります。はい、一応こちらのカラーものもございまして、一応裏地がついてるのは白のみになってますね。優しい配慮です。優しいですよね、はい。ちょっとミリタリー感のある感じなんですけれども、うんうんうん、あまりそこまでカジュアルしないように、ストレートの綺麗なラインを作っているものになるので、はい、形としては白も一緒なんですけれども、はい、ちょっと綺麗な女性らしいスタイルにも合いますね。はい、これあれですよね、五十嵐さん、オリーブもベージュブラウンかな、もうめちゃくちゃ軽いですよね。はい、そうですね。はい、間違いないです。なんかこう、質の三色すべて同じですね。なんかベーカーってやっぱアティックバイジョンベルとか S シリーズとかでも結構リリースしてたじゃないですか。はい、で、割とこう武骨な印象というか、はい、多い中でぶっちぎりで軽い。軽いですし、はい、今やっぱりソフトですよね、柔らかさもあります。で、なんとちょっとここの後ろの紐でもフラップが少し、あの何でしょう、厚みがあるというか。そうっすね、多分生地が薄いので、ちょっとここの多分フラップの太さで少しだけ、まあ、若干こうベーカーっぽい、ちょっと何でしょう、ね、うんうん、男っぽい感じというか、はい、を出しているのかな、はい、すみません、これは私 の印象です。はい、今なんかあれですね、立て続けにベーカー色違いで持ってますが欲しくなりますですとか、欲しいですとコメント、多分、はい、お持ちのベーカーと生地感が もう全然違いますね。キャラが違うかなと、なんか別物と考えていただいた方がいいかもしれないですね、はい、本当に硬くないので、はい、7つも分けて、あと当たり感とかもあんまりないので、割とクリーンな印象ですね。ちなみにまた今日コメント結構いただけてありがたい、はい、ありがとうございます。168cm メンズでも履けますかと。はい、M サイズで、うちの167cmの方なんですけど、また161で、はい、当ててみて、これぐらいちょっとずるかな、ずらないかなって感じなので、はいはい、168cmで分析したら、おそらく M サイズで試していただいた方が、そうですね、まあ履いてはいただけるかなとは思います。すいません、ちょっとウエストすみません、ちょっと後で後ほど、はい、あのこちらウエストも M サイズをお調べしておきます。長めの一服がすみません。はい、じゃあかのこさんが終了でして、
ティー。はい。ルミネ新宿店おすすめのブローストリングサラペットを行きます。すいません、一点かみこさんの方でちょっとお付き合わせで、T シャツの方ですね、サイズと価格まだ言ってなかったので、今紹介させていただいたの M サイズなんですけど、L サイズの2サイズ展開になってます。で価格の方は7,700円税込みとなっております。ししまよろしくお願いします。さっき大声でフリーサイズじゃ出ます。全員クスクス。M と M ですね。はい。はい。すいません。はい。じゃあ大丈夫ですかね。メーカーは、S サイズ、M サイズで2万円に消費税2万2000円ですね。はい。どれも同じ価格になってます。はい。フレッシュ、フレッシュ、言い方。こちらの、ブローストリングサロペット、はい、これ実は去年も同型でやっていたんですが、そうっすね、去年とちょっと素材の質感が違いまして、うん、去年はホットナイロンだったので私購入してたんですけど、結構もうちょっとふわっとしてたんですが、今年はもうストーンと落ちる素材になっております。今年はポリエステルですね、こちら。はい。で、ここの紐でギューッとこうドレープをかけてきていただいて、ちょっと後ろもお願いします。後ろももう本当に何でしょう、革に巾着みたいな感じですか。とっても可愛らしいです。可愛い巾着。すいません、なんか動かないです。ちょっと当時で終わらせられたから本当に。なんか一見ワンピースにも一瞬見えるんですけれども、はい、スカートですので、例えば風が強風がつっこうバーッてスカート、あとまあスカート、あ、パンツですので舞い上がらないですし、あとは冷房で意外と室内冷えてたりしますので、ちょっとやっぱり覆われてると安心かなと思いますけど、はいはい、着心地とかいかがですかね。軽くてサラサラしてるんで、はい、これからの季節にぴったりだと思います。ありがとうございます。いやー嬉しい。嬉しいな。いやもう冬しさが皆さんも感じていただけてるかもしれないですけど、はい、どうせもう今本当親みたいな気持ちで見てるね。そうですね、はい、アットホームなお店です。はい、であとは特徴は結構ここサイドがちょっと失礼しますね、ここですね、ここ結構深めに入ってますので、インナーが今ノースリーブで合わせていただいてるんですけど、もうちょっとこうゆったりした、T シャツとかブラウスでももちろん入ります。はい、プラス涼しいですよね。ただまあ素材的にそんなに季節感も強くないですので、割とシーズンちょっとこう秋とかもしっかり使っていただけるかなと思います。うん、でお色が、この素材がベージュとちょっとこれですね、グリーンと黒ですね。はい、で黒だけ紐が黒です。はい、でお値段が1万8000円消費税で1万9800円のサイズが、あ、すみません、なんで私後ろにしたのかと思うんですけど、2サイズ、S と M サイズで、はい、後ろをちょっと絞ることもできます。はい、ちょっと一瞬絞っちゃっていいですか。はい、はい、今この状態、はい、はいはいはい、すいませんね。ご質問いただいてて、はい、ジョンブルのサラペット多分お持ちの方、お客様から今ご質問いただいてて、はい、紐ですね、肩痛くならないかっていうようなところが来てて、でも軽いじゃないですか、はい、絶対、はい、だからそんなに痛くならないかね、勝手に僕は思ってるんですけど、去年の私の印象なんですけど、はい、全く痛くならなかったんですよ。はい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 、もう軽い。で私肩こりもともと持病というかひどいんですけど、はい、それでも全然もうこれを着て肩こりということは一回もなかったです。はい、原さん履いてましたっけ。原さん去年ですか。はい、原さん履いてないんですか。あ、違うか、一昨年です。私ですね、去年。私ですね。ただなんか体験とかしたんで、もうなんか病、あ、そう、全部着てました着てました。そうっすよね、原さん履いてないです。原さん着てなかったでしたっけ。ネイビー履いてないでしょ。着てたかな。そうっすよね。すみません、ちょっとこれもお調べしておきます。そうですね、ノーサンキュー。はい、はい、で、ちょっと絞っていいですかね。あ、はい、お願いします。紐が今、そこの感じですね、ゆるゆるが、中で絞れて紐は隠れます。で、これを
ていただいて、この状態です。こうするとすごいここのドレップが綺麗に寄って、そしてとってもスッキリです。ちょっと横向きましょうか。はい。どうですか？いや、すごい綺麗ですよ。すっきりしますよね。はい。はい、で、これを着られてから結ぶの多分大変だと思うんですけど、はい、結んでからでもいけます。はい、結んでいただいてから、スンって着ていただけますので、うんうんうん、ちょっと細くしたいときはあらかじめ結んでいただいてから、ご着用いただいて、はい、っていう感じがおすすめです。あと、ここの長さも、ここぐるりで全部一緒になってますので、もうお好きなところで留め直しができます。はい。はい、ごめんなさいね。すいません。ぐるりがね。はい。あ、可愛いとコメントいただいてます。はい、ありがとうございます。これはまあ、もうそうですね、スーパー楽ですし、可愛いですし、はい、ちょっと綺麗めにも使えるデニム。あ、デニム、はい。デニムが、これ、ちょっと見てみます。うん、軽いですよ。軽いですか、軽いですか。軽いです。はい、ありがとうございます。すごいね。いいな。作りがね、全く同じなんですけど、はい、今回インディゴにしてますので、インディゴでもかなりライトオフですので、割と切れ見えのする印象ですね。はい、切り目します。はい、こちらがお値段、こちらも同じくです。税込み19,800円ですね。はい、でサイズが S、M、 S、M、T ですね。はい、はい、です。はい、で結構ゆったりですので、なんか割と普段 M サイズの方でも S で結構履いていただく方が多いという形になりますので、はい、はい、じゃあローストリングサロペットはもう良きだと思います。以上でよろしいですかね。はい、はい、じゃあ、お次、乾杯。はい、あ、どうも、お待たせしました。はい、はい、どうも。あと、メンズと、あと、リベアの新作の商品ご紹介しますね。ちょっとメンズが本当すいません、毎回ここの店がちょっと商品が少ないんですけど、はい、一応これ、はい、はい、あ、そうですね、多分すみません、ご質問いただいてて、はいはい、多分先ほどのドローストリングサロペットだと思うんですけど、あ、そうですね、デニムの生地感は同じ感じですかっていうごめん、ご質問いただいてて、はい、これと同じ、おそらく同じかってことですかね。おそらくベージュと、ベージュじゃないです、オリーブと、ね、はい、素材自体は違いますもんね。そうですね、はい、どうしてもコットンと化繊ですので、はい、ちょっとやっぱ光沢というかツヤはこちらの方があるんですよね。ただこれもデニムにしてはちょっとツヤがある方なんですけど、うん、多分洗っていくうちに色がちょっとずつ落ちてきますので、で逆にこちらの素材は色落ちもないですので、うんうん、多分ちょっと着用なんでしょうね、着用を重ねていくと少しずつ変わってくるとは思います。うんうんうん、あ、そうですよね。でやっぱりこれちょっと見えますか、やっぱりデニムはデニムなんですよね。うんうん、ですのでまあ綾織りでちょっとなんかこうデニム、大人っぽいけどデニムっていうところですので、生地が、うん、なんかドレープ感とかはすごい近いんですけど、やっぱり見た目がちょっと違うと思います。うんうん、そうですね、はい、はい、大丈夫ですかね。大丈夫だと思います。はい、じゃあ一旦、はい、失礼いたしました。すいません、失礼しました。はい、テイク2みたいな。あ、テイク2で、これが一応今年のガラシャツとガラスパンツなんですけど、映ってます映ってます、もうバッチリ、ね、最高です。ガラスのミューズ染色美術館というところから、はい、一応ジョングルのオリジナルの柄で、うん、ちょっとモダンからクラシックな柄を選んで、はい、ちょっとまたそうですね、うちらしい柄物で作り直した形で、結構生地感が割と軽いタイプのオーバーシャツと、はいはいはい、はい、うん、って感じですね。結構サラサラしてる気持ちいい、はい、素材のシャツと、一応パンツはもうイージーパンツでウエストゴム付きの形で、はい、はい、で柄目が結構あとうちで取り扱ってるのが単色ね、ちょうど僕先日表参道でインスタライブでご紹介したので、あ、本当ですか、はい、
じゃあそれですね、はい、そちらもぜひご覧いただければと思います。なんかすいません。あ、これはまた違う、はい、うん、こちらの斜めですね、こちらです、はいはい、ホワイトとグリーンですね、はいはい、オーバーサイズなんで結構夏場でもそんなに、うん、なんて言うんでしょう、時間が邪魔にならずに結構リラックスして着ていただけると思うので、結構この辺りはメンズでおすすめです、うん、でちょっともう先にリベアの商品の紹介ですね。このちょうど着てたこれなんですけど、一応新作で入荷してきたタイミングでちょっとルミネも休業っていう形に入ったので、まだそんなにしっかり見ていただいている方も少ないとは思うんで、ちょっと、あ、伊賀さんいいですか、はい、ちょっとアシスタント加えながら、はいはい、ご紹介していこうかなと思います、はい、じゃあまず僕が着てるこっちの方からですね、はい、これが一応ハンドムラ染めっていう、もう手作業でムラ染めを入れてる形なんですね。スポンジとかに染料をちょっと乗っけて、それでちょっと染めてる形なので、普通のタイダイとかとはまた全然違う形のイメージで、色味がこのちょっとピンクのレディースでも着ていただける形もございます。で一応同じですね、パンツはまた BG パンツの形で、ね、ね、はい、ご用意してます。結構まあそんなにハンドメイド感が強いっていうわけでもなく、きっちり綺麗なお洋服として着ていただけるような、ちゃんとこうリベアらしい計算されてるような形で染めてるので、これはすごく綺麗な形になってます。はい、で続きましてじゃあ皆さん、はい、マーブル染めの、はい、マーブル染めのパンツになります。これも、はい、染料を浴槽みたいなところに垂らして、でかき混ぜて、でそこにこう生地を乗せてるっていうので、うんうんうん、まあ、そういったのでマーブルに染めている。この3色の色のバランスも考えながら染めているものになるので、まあ、水っていうのも動くので、一切同じものができるっていうものでは決してないので、本当に世界に1枚だけの、うんうんうん、まあ、手染めの、うんうんうん、はい、パンツになってます、はい、結構当店でも人気になってまして、別の色が、はい、グリーンかな。お、これで今3色。はい。伊賀さん履いてるのちょっとベージュ系？そうですね。イエロー、山吹き色というか、ちょっと渋めのイエローと、はい、ちょっとチョコレートブラウンみたいな感じなのと、はいはい、エメラルドグリーンっていうのが3色入ってる。はい。ような感じですね。え、真ん中が？真ん中は私が勝手に抹茶ラテと名前をつけている。まあ確かにこう美味しそうじゃん。はい、ちょっとね、こうリベアは食欲も誘っていて、やっぱこういう、まあ、緑系のお色味になりますね、はい、うっすらちょっと水色っぽいのが入ってるの可愛いところですね。 ありますね、はい、でこちらが、はい、でこちらがピンクですね、はい、オレンジとちょっとコーラルっぽい感じのピンクなので、はいはい、あんまり可愛すぎるっていう感じのピンクではなくて、はいはい、ナチュラルに着ていただけるような、そうですね、カラーになりますね、はい、はい、まあ、見ていただくと分かるんですけど、細かくマーブルになっているところと太くマーブルになっているところっていうのもあるので、うんうん、そういったところもお好みで選んでいただければと思います。はい、はい、で最後がこちらですね、マスキングストライプっていう柄目です。はい、ストライプの色ですか。はい、ストライプの柄目ですね。はい、はい、入ってます。はい、でまあ、これも一応もちろん手染めになるんで、マスキングでこうストライプのゲージ作ってからまたハンドメイドで染めてるんで、まあ、その何て言うんでしょう、もともとプリントが入ってるきれいめなこうパチッとしたストライプよりかはちょっとこう自然体に着ていただけるような形で作ってるので、まあ、割とこういう派手めのといいますか、はっきり柄が分かる、そうですね、タイプが苦手な方でも全然着ていただける、はいはいはい、柄目かなと思っております。またこのちょっと染めてる過程で染料がにじんだ感じっていうのも
そうですね、はい、それぞれ違っていて個性的な感じで素敵ですね。ストライプパンツ、女性が着るならどの色がいいですかとコメントいただきます。着るならそうですね、一緒に考えていいですかねこれ。あ、もちろん男性目線からの、まあ、いいはい、まずえ、どうですか、普通の T シャツとかで合わせるんだったら、まあでもどうですかね、結構このパープルのラインとか、はいはい、結構このブルーとかも綺麗かなと思うんですけど、そうですね、結構ブルーもちょっとデニムっぽさのあるような感じ、結構ベーシックに履けるお色なので、はいはいはい、女性的にはこう合わせやすいから、はいはいはい、そういうので、まあ、履きやすいっていうところですかね。紫とかになってくると黒とのコントラストが結構はっきりするというか、ちょっとダークな感じになるので少しメンズライクな印象にはなってくると思うので、個人的には女性目線からするとちょっとブルーの爽やかなお色味、あ、色が、はい、私もこちらが、はい、おすすめから、はい、ルミネ新宿店はこちらのパンツを女性にぜひともこのブルーを履いていただきたいという思いで満場一致しましたね。はい、そうですね、はい、まあそんなにはい、そうですね、縛られずに行きましょう。あ、そうですね、はい、すいません僕がどの柄でもでもそうです本当に履きやすいと思うんで、すいません。新宿店のイケメンのおすすめはブルーですので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。で、一応これジャケットのセットで一応形、ジャケットの形がもうこれに統一されてるので、はいはい、ノーカラーの形ですね。定番の断ち切りの形のジャケットのタイプの仕様で、うんうん、一応そうですね、このピンクの柄とストライプの、はいはい、ご用意がございますので、はい、こちらのサイズ展開があって、そうですね、今何サイズ川端さん着てらっしゃいますか。僕がサイズがこれで一応 L サイズですね。 L? はい、L サイズでこれです。一番大きい、はい、身長167センチ、はい、体重はちょっと入れませんが、はい、はい、体重は内緒です。ちょっとじゃあレディースのレディースタイプってみますか。シャツオンシャツではあるんですけれども、はい、ちょっとこちら、こっちが今 L サイズでこれです。はい、161センチのレディースが着ると、ちょっとシャツオンシャツで申し訳ないんですけれども、こんな感じになりますね。はい、大体お尻にかかるぐらいの幅で、手の長さ少しこれぐらいの長さなので、あまり長すぎないで着ていただけます。ちょっとまつって素材のお色、もともとのお色なんですかね、このきなりの感じとかもちょっと出して着ていただいても、はいはいはい、可愛いかなと思います。女性は M サイズが一番よろしいかなと思います。はい、すみません、着替えましたストライプさっきの、はい、ストライプのジャケットはこのサイズ、L サイズで今着てます。はい、そうですね、意外とジャケットでも全然着やすい、こういうデニムから合わせてもらっても全然いけるので、はい、これちょっとあれですか、グリーンとネイビー、グリーンと、そうですね、ネイビーと、あとちょっとこの白のこのラインの、はいはいはい、染めが入ってっていう形です。はい、ありがとうございます。あ、これあれですよね、スナップボタンですよね。あ、そうです、スナップですね、はい、でここだけ一応立ち切りの形で、はい、なってますので、結構まあパンツとインナーシンプルにしてもらったら、これで一着夏場にロールアップしてもらって、はい、夏場の羽織として結構使いやすいと思うので、うんうん、ぜひ生地感も軽いですよね、結構ね、はい、はい、お、この色かっこいいですねとコメントいただいてます。 ありがとうございます。かっこいいです。かっこいい。もう大丈夫です。熱くなってきました。ただ、すみません、ちょっと最後、ここだけちょっとあの、かのこさんのコラボのパンツでちょっと一途品番抜けてたので、ちょっとそれ最後にご紹介させてもらおうと思います。ちょっと交代させてもらおうと思います。はい、そうですね。じゃあちょっとその間に、はい、実はちょっとご質問いただいてて、あ、はい、デニムのサロペット気になりますって。多分ドローイングサロペットですかね。はい、すみません。も一緒に。はい、そうですね。いいですか？ちょっと僕が紹介するとまた着用のイメージが。いいそうなんです。あ、すみません。あ、じゃあこちら、デニムのサロペットこれですね。はい、そうですね。これはでも
まあ、先ほどね、後ろをそうですね絞ってかけてるんですが、はい、なんか割とあのやっぱインディゴであの加工はかかってないですけど結構大人っぽいです、うんうん、で本当に、まあ、今日全部カレー味なんですけどやっぱりこれも軽いです。はい、大丈夫だと思います、はい。はい、ありがとうございます。そしてあれですかね、ご紹介がちょっとあれしてた。行ったり来たりで申し訳ありません。はい、ちょっとかのこさんの、そうですね、サスペンダー付きのサラベットといいますか、はい、パンツといいますか。こちらがですね、今吉崎さんが着てくれているひなりと黒とデニム、はい、3色。はい。はい、そうですね。で、ウエストも最初ちょっとガバガバだったんですけど、ちょっとだけ横すいませんね。これアジャスターがついてます。はい、ですので、ここで結構キュッと絞っていただくと、あのここがあんまりプカプカしないです。はい、夏場は多分そんなに犬、多分1枚とか2枚とかだと思いますので、ちょっとここの厚さっていただく方はギュッと絞っていただくと、あのハイウエストでしっかり収まりがいいですね。はい、あれ、ちなみに身長おいくつでしたっけ ?154cm。154cm。はい、ありがとうございます。はい、で、あと、はい、デニムです。とこちらがデニム。はい。はい、気になるお値段が。気になりますね。気になりざるを得ないです。22,000円でしょうし、24,200円です。この衣食が。はい。で、デニムの方が、消費税含みまして26,400円でございます。26,400円です。はい。はい、コラボアイテム共通してるんですけど、内側に白くまちゃんのタグがついてるのがすごい可愛らしいので、ちょっとこういったところもお店に来て、あら、はい、ちょっと見ていただくと可愛いかなと思います。あらあら、可愛いあらあら、あと、まあ、紐結構ちょっと今回太めにしてますので、割とまあ存在感のある紐と、はい、あと、ここで結局長さを調整できますので、はいはいはい、割とこういう紐ってちょっとこう肩から落ちる問題ってあると思うんですけど、はい、ここでギュッとするので、あの落ちるようなもう今何でしょう、緩みが出ないようになってますので、非常に安定感が、はい、ある安定感あります。はい、安定感あります。はい、ありがとうございます。こちらがすみません、ちょっとご紹介忘れていた、かのこさんのサスペダーズのサンバット。はい、はい、では以上です。はい、ありがとうございます。もう一つすみません、ちょっと欲しがりますね今日。そうですね、あれなんですよ、ちょっと今日小物がいくつか入ってきまして、小物をせっかくなんで、あのちょっと岡崎的におすすめのあのドールちゃん人形とかもありますので、はい、ちょっとご紹介させていただきますので、はい、で今そうですね、もう今あのセッティングを川さんがやってますので、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、じゃあよろしいですか。はい、本当ですね、これが本日のルミネ新宿店に入荷をしてきた、こちらのまずこういうトートバッグ、結構しっかり入ります。これがお色がですね、この、クリアのちょっとこういう何でしょうね、リップストップみたいなクリアの感じと、あとはブルー、黄色、赤で、ユーティリティグッズって書いてあるんですけど、これすいません、底なのであんまり見えないんですけど、あのちょっとこうお家とかでこうやってピッてかけたりとかしても可愛いかなと思います。ちょっとメッシュですね、素材的にはメッシュなんですけども、これがもう化繊を使ってますので、非常にこのメッシュは丈夫です。で、持ち手はこういうちょっとコットン、割とキャンバスとかについてるような持ち手で、ここは、はい、化繊じゃないです、ベタベタしてなくてすごく握りやすいです。パソコンとかも多分入ると思いますし、うん、すごくここもがっちりついてて丈夫ですね。これがなんとお値段が4400円です。安い。はい、この辺がもう各一点物になっておりますので、ちょっと本当に何でしょう、明日からのイベントで多分あっ
っと今ねなくなっちゃいそうですのでちょっとお早めに見直してます。はい、でお次がこちらですね、マルシェバッグ。ここかわいい。これ実は私購入したんですけど、あ、そうなの、あの、いや、ま、ちょっと、ま、他のところで購入したんですけど、ここがですね、こうなります。ここがこうなる、何でしょう、ここの持ち手がこうなります ね、失礼いたしました、はい、で、これが、色がすみません、もう一色グリーンがあったんですけど今日ちょっとなくなってしまいまして、今、この黒とシルバーの2色です。黒とシルバー、はい、メルシーって書いてあります。メルシー、はい、で、マチがちゃんとついていて、私あの今日出勤これでしてるんですけど、あのこのバッグで普通にお弁当も、こんなお弁当も入りますし、ペットボトルも入りますし、小物も入りますので、結構サイズはいっぱい入ります、はい、であとは表面全然あの何でしょう、擦れたりしないですので、結構綺麗に使います。はい、これがなんと2900円で賞味税で3190円。あら、これも 1点ずつです。ちょっと海外のお土産屋さんとかでありそうな感じですね。そうですね、おしゃれな。フランスにちょっとアジアが入った感じで。フランスにアジアが入った感じ。はい、それ私のカプナルです。はい、で、次がこのサンダルですね。はい、サンダル、こちらもちょっと今回結構ここ お買い道空港なんですけど、3900円に消費税の4290円で、まあもうスポーツサンダルみたいな感じですね。そうですね。ベージュと黒で、サイズが36、37、38、各1点ずつです。レディースサイズですね。これ、レディースサイズですね。はい、すいません。メンズの方は申し訳ございません。すいません。足が小っちゃい方はぜひ。と、ドールちゃんですね。はい、これが、すいません。私個人的にとってもお気に入りの。はい。マダガスカル製ですね。僕のちょっとドール。結構、あのこれ多分ハンドメイドみたいで、顔とかが微妙に違うんですよ。そうですね。で、今日早速、今日入荷して、もう早速1点なくなってしまいました。はい、見えます？見えます、見えます。この男子と女子の、男の子と女の子の帽子がちょっと違います。え、男の子の方がつばが広くて、あ、本当だ。女の子はちょっとこういうなんかロールキャップみたいな。そうですね。あ、本当だ、そうなんです。あ、これつば、はい、あ、ハットなんですね。そうなんです、ちゃんとこういう感じで履いてます。なんで見せたの。いやちょっとこういう細かいところもちゃんとやってますっていうことで、で今ドールちゃんがここにこれは1個忍ばせてるんですけど、こちらが先ほどのこのサテンバッグの、大きいサイズの、無地ですね。あ、これサイズが、サイズがあるんです、あ、そうなんですね。ただなんか、無地です、はい、ちょっと別物みたいに見えるんですけど、はいはいはい、ピンクと黄色とブラウン。あ、ブラウン、今ゴールドっぽい。ゴールドっぽいですね。なんかゴールドってか、なんだろう、あのカッパーって言ったら、10円だ、綺麗な10円玉みたいなお色というかなんでしょう、あのまだこう黒ずんでないみたいな感じです。令和3年生ね。そうですね、そうですね、比較のやつですね、まだ。そうですね、この、はい、これは結構か、ちょっとかけてます？はい、かけて。あ、そうですね、なんか綺麗な場所ある。ちょうどパンツも黄色だから、そうですね、いい感じ。肩からかけれる長さで、さっきのはこうやって持つ感じなので、ちょっと全然、あ、もう横とも、こういう感じ、横張りで、はい、こういう感じです。横張りセットです、はい、なのでちょっと仕様は若干変わります。はい、でこちらが、4000で消費税4400円ですね。はい、4400円です。はい、小物コーナー、新作のご紹介以上で、はい、はい、終了です。はい、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 あれ、はい、どうしました、はい、終了しました。あ、そうですね、集合します。はい、全員これちょっと難しい、ちょっと僕引きます。え、あ、岡崎さんもちょっと、あ、今入っております。あの、それは、はい、五十嵐さんにかぶるから、はい、結構駆け足でちょっといろいろ今回したんで、割と、はい、大丈夫かな、ちょっと心配ではあったんですけど、ご質問とかは大丈夫そう。いや、もうバッチリだと思います。はい、はい、まあ、なんかまだまだ実は紹介してない、うんうん、商品が結構、その最近よく見ると思う、このベストリックっていう新しいパンツのラインとか、あとはそのリベアの T シャツの新作、レディースの新作、結構もろもろ結構いっぱい入ってきてるんで、まあ本当に着ていただけたら
すごい楽しんでお買い物をしていただけると思うので、でまあ、最初に言ったんですけど、もう一回最後の告知といいますか、まあ、明日からミネカードの店舗アップのイベントと、ね、あとはメンバーズキャンペーンですね、21から30日までの期間、ルミネ新宿で行ってますので、ぜひまあ、そうですね、ちょっとまだ状況が状況なんで、なんともあれなんですけど、結構お客様に楽しんでお買い物していただけるように、このスタッフの面、頑張ってまいりますので、うん、ぜひお待ちしております。はい。ぐらいですかね、炎症ですね。はい、で、明日、一応表参道で。はい。はい。はい、あ、すいません。はい、何にも関係ないですが、あ、はい、失礼しました。当然カメラマンの、はい、志田先生、あ、なるほど、表参道そうです、いつも、はい、あ、また明日も出ます欲張りですね、はい、欲張り、僕が一番欲張りですということで、そちらもぜひご視聴いただけたらなと思うので、はい、以上です。はい、本日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。お待ちしてます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。